クラウド？責任重大だよ。ああ、でも勝てばいいんだろ。かっこいい。何ですかこれ、彼何者？クソかっこいいじゃん。何かっこつけたん、おい。ダサくあれよ、俺の前では。クラウド。え、これ始まんの？うわ、来た。さあ、歓声が溢れんばかりのここ、ゴールドソーサーチョコボレース場。本日はチョコボレーサーたちの頂点を決める。あいつか。ゴールドカップです。ゴールドカップは3レース行われ、順位ポイントの合計で争われます。世界中のチョコボファームから選ばれた、よりすぐりのチョコボと騎士たちが、今、スターティングゲートへと入っていきます。一番人気はもちろん、サムズデリバリー所属、ジョー&東方不敗。本日も精悍な顔つきで、ゴールの先で輝く、栄光の杯を狙っております。俺はモレイラだぞ。各チョコボゲートに入り、大舞台の準備は整いました。あの、競馬で、ゴールドカップのスタートです。競馬で俺が、とても信頼してる海外の騎手ですね。モレイラさん。結構信頼してます。いや、痛い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 、むずっ。あ、むずむず、え、なにこれ、むずバカじゃないのこれ。ちょ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 、あ、やっと歩けた。もうこれ、運ゲーやないかい。運ゲーやっちゅうに、こんなクソが。死ね、ナチュラルに死ね、2、3回死ね。バカじゃねえのお前、カス。死ね。あい、ゴミ。あい、ゴミ。あい、ゴミ。おい、スクエニー、おめえダメだろ、それは。それはダメだわ、スクエニー。ちょ、スクエニー。ああ、もうゴミ、ほんとゴミゲー。もう死ねえや、もうナチュラルに死んでくれよ、これもう無理だよ、俺これ休んの、これ。普通に無理じゃん。いや、わかんねえよ、ゴミゲーがよ、こんな。二度とやるか。これ単純にクリアできたやついねえぞ、おい。令和に出すゲームかえ、これ。ファミコンの難易度じゃねえかよ。ああ。はいはい。4位ですよ。4位ですよ。死ね。こんなもん絶対勝てねえじゃねえかよ、これ。イエフー、最強。よっしゃ、東方不敗4位や。オッケー、いけるいけるいける。このまま2000を超えて3戦いけば余裕っしょ。ぶっちゃけだるいのは1戦だけ。よし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 、素晴らしい、素晴らしい。これはよっぽどのことがないともう負けんのんちゃん。よし、これは大丈夫なんじゃない。おっしゃー、あぶねー。ゴールドカップを制したのはグリーン牧場所属クラウド騎士です。7番人気から大番狂わせです。グラスランドからの刺客が見事に勝ち切り、黄金の杯に勝利の騎士を注ぎました。単勝58倍。やったね。クラウド、やったよ、ゴールドカップ取れたよ。ああ、分かったから話してくれ。ナイスレース。ナイスレースで片付けるな、この野郎。また美味しいところをかっさらいやがって。東方不敗も悪くなかった。言うじゃねえか。
今回は乾杯だ。いいチョコボを育てた。ほぼ野生ですけどね、シレナちゃん。約束覚えてますよね。父さんと母さんのこと話してください。いや手ぐらい取れ、クソガキが。お前、両親が牧場と並行して始めた新しい事業のことは知ってるのか？野生のチョコボの保護だ。環境の変化で野生のチョコボが年々減ってきているのは業界でも問題になっていた。ただ誰も動こうとはしなかった。当然さ、環境保護なんざ莫大な費用がかかるくせに一ギルにもならないと来てやがる。だから誰もが見て見ぬふりだ。そんな中立ち上がったのがお前の両親だ。二人には情熱があった。才能も知識も行動力もあった。だが残念ながら金がなかった。資金不足から借金に借金を重ね、そしてついには最悪な奴のところへ転がり込んだ。どこだかわかるか？いや、コルネオなわけないでしょ。ドン。うえへへへ。おひ？後から知ったことだが、コルネオは当時、神羅のために怪しい実験の参加者を集めていたらしい。リングリンとチョイスは事業を守るために体を差し出したんだ。ある日、リングリンが来て事業を引き継いでくれと頭を下げた。あいつのチョコボ愛は底なしだ。俺もその気になっちまって事業を買い取ったんだ。以来お前の両親には会っていない。後になってコルネオやら死んだのことを聞いたが、あの連中相手に俺ができることは何もなかった。僕と妹のことは何か言ってましたか？俺には何も。捨てられたとか思うなよ。あいつらが守ったのはお前たちの未来だ。事業には失敗したが、その責任は自分の未来を捨てることできっちりと取った。だから牧場と家と食いぶちが残っただろう。知らなかった。僕は何も知らなかった。世界中で野生のチョコボが生き残っているのは間違いなくお前の両親の功績だ。お前にその気があるならチョコボ保護事業は返してやる。ただし万年赤字部門だ。資金計画をしっかり立てないと何もかもなくしてしまうぞ。じいさんとしっかり相談するんだな。かけるか？裏か表か、当てられたら運営資金をサポートしてやるよ。結構です。自分で何とかします。妹とじいちゃんと一緒に。ふん、頑固なところは父親に、気が強いところは母親にだな。どっちも表なんでしょう。
僕、もっともっと頑張ります。父さんと母さんの思い大切にしなくちゃ。でもどうしてじいちゃんはサムが悪いみたいな話をしたんだろう。コルネオやシンラのような危険な相手にあなたの憎しみが向かわないように。それにサムなら全部受け止めてくれるってそう考えたんじゃないかな。あ、親の敵討ちとかバカなことは考えるなよ。うん。でももしチャンスが来たらクラウド手伝ってくれるよね。俺は今やゴールドカップ優勝騎手だ。下品な連中には近づきたくない。ああ本当だね。夢のゴールドカップででん。この伝説の蒔絵に使うやつ、モルボルグレートの剣とジャバオックの角、これどうやって入手するのかなって思ってどうしても分かんなくて調べたんすよ。だからなんか前戦ったことのあるこのワールドレポートのシークレットエネミー、これもう一回やればいいみたいなんでやります。あっちまだまだまだ。お疲れ様でした。私のガイドはいかがでしたか。ユフィはいよ。ちょっとやっと。オッケー。私のガイドはいかがでしたか。これで、あ、違う違う、あ、違う。よし、これで伝説の蒔絵が作れると。よし、でその蒔絵をあれだな、置きに行けばいいと。これでエリアに、ここだな、行きましょう。あ、バギーでも行けるんだ。まあまあまあ、やる必要もないんで徒歩で行きますけど。あれだな、そうそう、俺入れそうで入れなかったんだよ、ずっと。失礼します。てか絶対戦闘あるよな。ちょ、回復しようぜ。ミストメガポーションを贅沢に使って。モンスターが出るのってこの辺りだよね。餌投げてみる。投げちゃう。これか。伝説の蒔絵を使用します。ん、もっといい餌がいるんじゃない。うわ、成功だな。シーデビル、そんな強そうじゃない。備え。シーデビル、海岸地帯に生息する肉食モンスター。非常に食欲旺盛で噛みついたいものは決して離さない。リゾート開発による餌場を奪われ人間を襲うようになる。ああ、なるほどね。そっちは任せる。じゃあ人間が悪いじゃねえかよ。まあ、ユフィちゃんに変えて。見て。ATB ブーストよける。なんかやばそうだったな今の。あ、お前それ一直線だろ。お前世の中よ、世の断りに外れたことすんじゃねえ。あ、もう全員食われてるわ。終わり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 だよ、もう終わり終わり。これで終わりだって。こんなの問題ない。角度はいい。よいしょ、カウンターして。ちょっと待って、距離取らねえと。早くしよう。一旦な、場を整えねえと。やってみる。あぶねえ。で、魔法陣敷いて、ATB ブーストして、氷だっけ弱点。じゃ、ブリザラ一発でいいや。砕けちゃう？なんかごめん。オッケー。で、バーストするっしょ。で、もう一回ブリザラを
片方でいいや、ね、でユーフィーちゃんが殺す。ちょっとバフが乗り切ってないから満足なダメージ出せないけど、さすがにそれでも強いと。よしで、お互いチェインできるから運外装填。アイドーン。キリエのところへ戻ろう。だね。ねえ、もう一つの依頼はどうする？何でも屋を始末しろってやつ。キリエちょっと調子に乗っちゃっただけだと思うな。あいつ次第だ。あいつ次第だ。ま、言ってあげるか。ファーストトラベルがめんどくさい。おい、到着。おかえりなさい。どうだった？ちゃんと退治できた？ああ。素敵。それじゃあ市長から成功報酬をもらわなくちゃ。待て。ん？市長の依頼はまだ終わってない。え、何？どうしたの？お前の始末を依頼されている。はい、それ何の冗談？冗談で済むかどうかはお前の返答次第だ。え、ちょっとなんで？私たちうまくやってきたじゃん。何が気に入らないの？なんか別れ話みたいっすね。自分の胸に手を当てて考えろ。かわいすぎるから？私が近くにいるとドキドキして何も手につかなくなるとか？それが答えでいいのか？いや、その通りですよ。もしかして何でも屋を名乗ったことを怒ってる？それとも仕事を押し付けちゃったこと？それとも取り分少ない？俺を舐めてるのか？その辺で許してやっておくれよ。何でもや。バーバー。おばあちゃん。太陽と海を満喫しようと来てみたら、何でもやがいるって言うじゃないか。挨拶しようと思ったらこれだ。来たのがクラウドじゃなかったら、あんた死んでたよ。え？市長はああ見えて百戦錬磨の性悪だ。あれほど言っただろ、カモにする相手はしっかり選びなって。はいはい、分かってるよ。分かってないよ。全然分かってない。私なりに精一杯やってるの。そりゃうまくいかない時もあるけど、おばあちゃんはいつもそう。私を子供扱いしてやることなすこと否定しないと気が済まないの。へえ、キリエ、私はあんたのことを思って言ってんのさ。ゆくゆくはスラムエンジェルの後継者にしようと。私はキリエの気持ちわかるよ。大人ってよく子供のためって言うけど、結局自分の思い通りにしたいだけなんだよね。それってすっごくムカつく。私、モーグリかわいい。スラムエンジェルに憧れてた。でも私はおばあちゃんじゃない。おばあちゃんが求めるスラムエンジェルにはなれないし、ならない。私は私だから。ほんと私の若い頃にそっくりだよ。困ったもんだね。わかったよ。もう無理強いはしないよ。大友なるべく帰る。小言自覚あったんかい。そうだね、これからは対等のパートナーってことでどうだい？だからさ、キリエ、帰ってきておくれ。じゃあ、帰る。というわけだ。なんでもや、世話になったね。孫は連れて帰らせてもらうよ。ダメ。もうスラムから出さないで。ダメ。ああ。それは約束できないね。さっきはありがとう。
別に私がムカついただけだから負けんなよ。当然ユーフィーもねほら行くよ。うん、さてせっかくだから一仕事していこうかね。あ、私いい情報を持ってるよ。ここの市長がね。うんうん、それでどうすんの。何でも屋はいなくなった。カポの市長に報告だ。え、めんどくさ。あ、めんどくさ、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 めんどくさ、めんどくさ、もう終わりでいいや、今ので。終わりで。いいじゃん。チャス。あの小娘を追い出してくれたみたいですね。少々生ぬるい気もしますが、まあ、よしとしましょう。これは報酬です。受け取ってください。市長、大変です。これを。隠し金庫がやられました。空っぽです。なんだと。急いでお戻りください。不正に溜め込んだ金銀財宝をいただきます。ビーチに舞い降りた美しき怪盗コンビスラムエンジェル一世&三世だって。やるじゃん、やるじゃん。え、やべ、最高になっちゃった。ドゥンドゥン、なんか悶々としてるけど。あ、倒した。どんだけヘイト溜まってんだよ。いやー、なんかスラムエンジェルは義賊的なんだよね。あの悪事働いてるやつの金銀財宝を奪って町の人に還元するみたいな。いいですね、押せますね。といったところで、サブクエ全踏破ですか。あ、まだ1個新しいの増えてるわ。それをやろう。さあ、アンダーソーサーのサイドクエストやりましょうか。地下で踊る道化、ゲスパーティー参加者、アンダーソーサービーストバトルグラウンド。ゲス主催のパーティーでとある景品を手に入れたい。自分でも何度か挑戦してみたが、まるで歯が立たなかった。花言葉再開、頼む何でもや、力を貸してくれ。おーおーおーおお。クラウド、あんたはコルネオの。懐かしい。レズリーだ。ここで何してるの？それにその怪我。別れた女を探し回って、その結果ここにたどり着いたんだ。ろくなとこじゃねえよ、もう全部ろくなとこじゃない。ウォールマーケットについて。ウォールマーケットはアニアンたちが七番街の避難所として解放した結果。随分と人が増えて、さらに騒がしい街になってるよ。ただコルネオの力を失ってシンラとのパイプもなくなったからな。正直なところ、いつ潰されてもおかしくない状態だ。マムが動いてくれているらしいが、どうなるかな。7番街について。7番街はまだまだ先が見えない状態だ。竜巻被害でハイウェイが崩壊したのは知ってるよな。それに加えて突然の社長交代だろ。みんな元気にしてっかな。シンラは7番街どころじゃないのさ。特にスラムへの対応は全て後回しになってる。今は住民たちが瓦礫の撤去作業と行方不明者の把握を進めているみたいだ。彼女について。彼女の名前はマールって言うんだ。ウォールマーケットであんたらと別れた後、俺はまずマールの知り合いを当たってみたんだ。ただ当然コルネオから逃げた女の情報をコルネオの手下だった男に教えてくれるわけもなくて、なんとかミッドガルの外に出たって情報だけを手に入れて、それからは街を転々としながら地道な聞き込みさ。それで実はここを仕切っているロンリーゲスのパーティーである女が景品にされている。ミッドガルから逃げてきた訳ありの女らしい。それが俺の尋ね人じゃないかと思ってな。景品？信じられない。ロンリーゲスは紳士とは言えない。その怪我は？パーティーでやられた。
パーティーなんて呼んでるけど、下水流のねじくれた冗談だ。実際はモンスターと遊ぶことになる。命がけでな。そこであんたに仕事を頼みたい。パーティーに参加して景品を勝ち取ってくれ。今でも何でも屋なんだろう。まあな、頼む。2000でどうだ。引き受けよう。パーティーは5人1チームで参加できる。5人。モンスターと5000、タイマンバトルだ。挑戦できるのは人間だけだ。あんたらならきっとやれる。コルネオ杯で優勝した力見せつけてやってくれ。なるほど。このまま受付行っちゃっていいのかな。5人1組人間だけってことは、クラウド、エアリス、ティファ、バレット、ユフィになんのかな。パーティーに参加したいのか。これか、ゲスパーティーに挑戦。あ、それっぽい。やるか。どうも。俺様のパーティーへ。本日のチャレンジャーはチョコプレスで優勝を勝ち取ったクラウドなんとかと取り巻きだ。私が相手だよ。対するは俺様が揃えたスーパーなモンスターたちだ。さあお前ら、盛り上がる準備は済んだか。ゲスでド派手なパーティーの始まりだ。いや、BGM がいい。一生聴いてられるわ、これ。ドゥドゥドゥルドゥ。いや、タイマンじゃねえのかよ。お、ムービー付きじゃない。こいつは驚きだぜ、クラウドなんとか。まさかここまで来るとは、いいチームじゃねえか。ラストっすね。遊びはここまで。こっからが本番だ。そんじゃお前ら、叫ぶ準備はいいか。我らが最高傑作ジョーカーのお出ましだ。なーにこれ。未だ無敗クラウドなんとかはこの血塗られた道家に打ち勝ち、景品の可愛子ちゃんを手に入れることができるのか。さあ声上げてけよ。クライマックスの始まりだ。え？何ジョーカーって。知らないんだけど。出会ったこともない。よろしくお願いします。まずは見破るか。先手だ。ジョーカー、アンダー操作の地下で血を、アンダー操作の地下を血で染め上げる邪悪な動機であり、ロンリーゲスが隠し持つ最強の切り札、挑戦者の魂を糧にして運命のカードを引く。はあ、なるほど。あー、なんか魔法タイプかな。カウンターが効かなそうではある。あ、いやでも攻撃してんな。運命のカード、いたー。行くぜインフィニ。あ、ちょ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 、何勝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 、お前ちょ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 、もういいや。シンブレーハート、なるほど。耐えられる。インフィニット。ああ、距離取られたらまずい。ああ、避けよったこいつ。いやでも弱い攻撃当て続けても仕方ねえからな。インフィニットエンドをひたすら打ち続けるのが一番
まともな気がする。覚悟はいい。運命のカードクラブ。しまった、いた。なんかカウンターできたりするかな。やってやる。いや、ソウルスティールダメだわ。やっぱダイヤ。よいしょ。なんかバリア張ったのかな。これ避けて、いや避けれねえわ。ダメだわ。想像の3億倍範囲が広いわ。ジョーカー。何、よよ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 よ。リミット、時間稼ぐわ。まずはまず時間稼いでバーストして、でちょっとケアルが優先で。まだやれる。危ねえ。何事よマジで。はい、インフィニットエンド。届かんかったか。魂の解放、いやさせませんよ。うー、大変だった。次に備えろ。危な。クラウドの熱いダンス堪能させてもらったぜ。しかしまさか俺様の秘蔵をこうやっちまうとはな。チキショウ、最悪だぜマジで。いくらかかったと思ってんだ。さあ、ふう、うん、ない、過ぎたことだ。先を見ようぜ、俺様とお前の未来を。よ、どうだクラウド、俺様の専属にならねえか。チョコボレースにバトルグラウンド、稼ぎまくれるぜ。断る。はは、釣れねえな。今なら特別待遇で迎えてやるぞ。どうだ、女はどこだ。お、なんだ、可愛子ちゃんが目当てか。お前もすんのいいな。よし、特別に女をおまけしてやるぜ。なーに、何でもやと俺様の中だ。遠慮すんな。だから専属になるけん考え直してみねえか。ねえ、あ、おお、ここにも可愛子ちゃん、美人がいますね。俺様の専属になるかい。はっ、